皆さんこんにちは埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです皆さんあのリターン付きのカーテンってご存知ですか一般的にカーテンを二重にかける場合に厚地のカーテンを手前にかけますね今ご覧いただいている通りカーテンの耳を幅広く作らせていただきますそして脇に返して後ろ側のレースカーテンを 覆うような形でカーテンをかけさせていただきますそのことによって光漏れが少なくなったりまた保温性が高まるわけですねこちらのお客様宅ではお部屋の入り口から入ってこの大きな窓の両側がまあ、レース側、後ろ側のレース側が見えてしまうわけですね そこをリターンをつけてあげることによって大変こうすっきりとしたスマートな窓のしつらいになりますやはりオーダーカーテンは日よけ目隠しということだけでなくて窓を美しく装うそういった部分でもあります当社ではそんなお客様のお手伝いをさせていただいていますどどうぞ気軽に私ども ベストインテリアにお声掛けください埼玉県藤見野市のベストインテリアでした